はいどうも小太郎ですっていうわけなんですけどもね、今回はですね、僕が、今までにしてきた、お酒での失敗ね、4つをね発表したいと思います。はい。でね、僕も結構ね20代30代とかはね、週末はもうペロペロなるまで飲み歩いてまして、でね、まあ帰れんかったこととか記憶がなくなったこととかよくあるんですよね。はい。でね、そこでのね失敗を4つ、発表していきたいと思います。はい。まずですね、まあ仕事の失敗なんですけども、僕がね、まあ24ぐらいの時かな、はい、まあ若い時ですよ。その時にですね、会社で飲み会ありまして、でまあ仕事終わって、それでまあ飲み会がまあ徹夜まで続いてたんですよね。でそこでね、次の日の朝早くに、取引先のね、なんかそのスーパーの応援があったんですよ。もう大事な大事なね、その、まあ、休日出勤なんですけども、それをね、まあ、あるにもかかわらず、会社の飲み会をね、朝まで飲んだっていうところなんですけども、で、そこでですね、まあね、そのまま寝ずにね、そのまま行けばよかったんですけども、そこでな、欲が出てしまいましてね、1時間だけ寝たいと思ったんですよ。ね、1時間だけ寝たいと思って、そっからもう一回家帰って、で、目覚ましね、もう携帯の目覚ましとったらもう1時間で起きれるやろうと思ったんですけどね、もうベロベロかつもう徹夜なんで、もう寝る要素しかないんですよね。で、そこでパッて起きたらね、もう、朝の11時でね、もう終わってるんですよ、その、スーパーの応援が。で、また急いでバー行って、行ったらでもほんま向こうの取引先のね、専務がね、もう僕をね、こうスーパーのみんなおるんですよ。僕をボクボクに縛ってね、みんなドン引きしてましたね。はい。大事な仕事の前にはね、もうそういうことはね、徹夜をしないっていうのはね、まあ、一個勉強になりましたよ、若かりし頃に。ほんでね、もう一個の失敗はですね、もうこれペロペロに酔っ払って、また、当時ね、また、それはまた28ぐらいなんですけどもね、当時、こう、南のバーをね、はしごすんのがね、ハマってたんですよね。で、そこでですね、まあ、はしごしまして、僕当時中津に行って梅田からすぐ近くのとこ住んでたんですけど、で、飲んでんのは難波だったんですよ。で、始発でもうベロベロだったら帰ろうかってなった時に、だから始発で行ったから5時40分ぐらいかな、それぐらいで帰ろうと思った時にね、バッて起きた瞬間ね、もう7時半とかそんなやったんですよ。もう計算上ね、こう、2往復してるわけなんですよね。でもう2往復してて、うわ最悪やーって思ったら、パッて見たらね、もう財布がねないわけなんですよ。これもうね、明らかに多分この終着駅でもうそれを狙ったね犯人みたいなのがおって、それでも財布をね、こう、解放してるふりして、こう、財布を盗まれた、盗むやつがおるんですよね。ほんでね、まあ、盗まれて、まあ、その中には免許証もあるしね、クレジットカードもあるし、保険証もあるしね、お金もなんか2、3万ぐらいやったんかな、盗まれたわけなんですよ。最悪ですよね、ほんまに。だからね、まあ、とりあえずそこで学んだのはね、もうベロベロに酔っ払った時は、もう、意地でも立てってことですよね。もう、座った瞬間寝てまうんで、ね。そこでまあまあ、ちょっとまあ、経験したわけですよ、ほんまに。もう、それはもうほんまにかなりね、痛かったっすね。ただね、まあ、唯一の救いはね、その時ね、その日、ボーナスもらった時なんですよ。その時僕もボーナス50万もらって、それをね、50万を全部飲み屋に持っていこうかなと思ったんですけどね、行く直前で思いとどまって、さすがにそれは何かあった時やばいなと思って、47万ちゃんとなんか、机の引き出しに入れてから飲みに行ったんがね、これがまた、幸いでしたね。はい。だね。あと次ですね。はい。次の失敗はですね、あれですよ。長州小力事件ですよ、ほんまにね。長州小力事件っていうのはですね、僕が当時、神戸の方ですかね。もうこれも若かりし頃なんですよ。これも27ぐらいかな。はい。当時、神戸の、バーにちょっと通ってまして、そこでですね、奥ちゃんっていうね、そこの常連さんと知り合いましてね。で、まあ、奥ちゃんとまあ、たまに会って仲良くなってた仲なんですよね。はい。でね、そこでまあ、じゃあある時ね、バーって行ったら、なんかね、その団体さんがね、いたんですよ。で、その中に奥ちゃん混ざってて、で、まあ、おーとかでもみんな賑やかに喋ってるわけなんですよ。奥ちゃん久しぶりやなーとかって話してて、したらなんか、その団体さんの女の子の中に、ちょっとね、めっちゃ当時流行ってた、長州小力にね、めっちゃ似てる女の子がおったんですよ。ね。で、ほんときね、もう黙っとけばええのにね、僕もアホやからね。もう普通、だって長州小力に似すぎてて、あまりにも。さ、奥ちゃん、あの人めっちゃ長州小力に似てんでって言ったんですよ。でね、
奥ちゃんが、おーとか言って言って、あれ奥ちゃんあの人めっちゃ長州コリンギンに似てんのにめっちゃ反応薄いなってね、思ってたんですよ。したら、ね、ふと思い出して、奥ちゃん前にね、彼女で来たことを思い出したんですよ。その2週間ぐらい前にね、噂で聞いて、いや、あー奥ちゃんお前そういえば奥ちゃんあれやな、あれ、彼女できたらしいな、どんな子なって聞いたら、奥ちゃんが3キロぐらいね、遠い場所を見る目でね、おぉ、長州コリキアーって言ったんですよ。もう最悪のパターンですよね。はい。だからね、でももうそこで僕もフリーズしもて、もうお互いフリーズですよ、こんな。とか言って、したら、あ、ごめん、奥ちゃん。とか言って、言った瞬間に、むっちゃ変な険悪な空気になったんですけど、もう奥ちゃんはね、もう多分傷つきながらもめっちゃ大人やったんでしょうね。もう笑いながら、へこむなやってとか言って、慰めてくれました、ほんまに。いや、もう奥ちゃんのね、心の広さに感嘆したのとね、やっぱりね、そういうパーティーの周りはね、まあ誰がどういう関係があるっていうのもわからないんでね、あんまりね、人の悪口を言ってはいけないってことをね、こう学びましたよね。はい。これでね、だんだんね、こう一歩ずつ大人になっていくわけですよ。はい。ほんでね、次に、ですね、次はですね、あ、そうそうそう、これはね、比較的まだ、あれかな、5年ぐらい前の話ですね。最近の話なんですけども、僕当時、その、ボルダリングジムに通ってまして、で、そこでね、とある A 君っていうね、まあ男の子がおったんですよ。で、その A 君は、結構ね、人に対してちょうど S 系があるかもしれなくて、まあ結構いろんな人ディスるんですよ。まあ見た目であったりとか、まあ、ボルダリングの登って落ちたりとかするのをね、結構ディスる子でして、で、まあ、僕もまあ、そんな感じでよ、まあ、ディスられて、じゃあ、まあ、もう一人の B 君もディスられてて、まあまあまあ、それでまあまあ、大人やから、まあまあ、話題にしてたわけなんですよ。めっちゃね、A 君がね、頭めっちゃハゲてるんですよ。もう、カッパみたいにハゲてるわけなんですよね。で、ある時、その B 君と飲んでて、あれ、あいつはなんかディスってばっかりだけど、俺らもちょっとあのハゲとかいじってええんとか言ったら、その B 君と二人で話してるときに、いや、それはダメですよとか言って、もう A 君はね、ガラスのハートなんでね、それを言っちゃダメなんですよとか言うんですよ。そしたら僕もその時二人飲んでたから、なんでやねんお前、なんで俺らだけいじられてんのにそんなお前、A 君のお前こと言ったらあかんねんみたいなことになって、いや、ここはもうガラスのハートなんでもう黙っときましょうみたいなこと言われたんですよ。で、まあまあ、まあまあ、それのシーンは終わったんですけど、ある時ね、とある、そのボルダリングジム内の飲み会がありまして、ね、その時にね、多分僕、もう言うとあかんと思ってたんですけど、ふつふつとね、なんかちょっと、めっちゃハゲいじりたいわと思ってたんですよ。そのハゲをいじりたくて仕方なくて、っていうことがもう根底にあったんですよね。で、どんどんお酒が進んでいくうちに、まあその A 君にね、あ、こら、ボルダリング界のアルシンドはこの野郎とか言って、こう、もう、くだまいて言ってたんですよ。さあ、ちなみに、アルシンドっていうのはですね、説明しますと、昔、まあ、J リーグ創世期に、もう頭をカッパみたいにハゲていったサッカー選手がおるんですけども、まあ、その人に向けてのその人に例えても、ボルダリング界のアルシンドって言ったわけなんですけども、で、まあ、このボルダリング界のアルシンドがって言った瞬間に、でもう僕はそっから先、全然覚えてないんですよ。で、僕らの、この前の B 君に飲み会どうやったって言ったら、B 君がめっちゃ仕込んでましたよ、ほんまに。A 君ずっとね、もう下向きながら酒飲んでましたよ、って言ってね。まあね、まあかなりね、へこましたみたいですね。はい。まあね、まあ結構ね、僕の経験で結構いじってる人ってね、あんまりね、こう、普段からいじってる人ってやっぱね、こう、防御をね、なんか、する術を知らないでしょうね、攻撃ばっかりしてるからね。ふとした時に攻撃にね、かわせないっていうことなんですよね。はい。ということでね。まあまあ、それはまあまあ、ごく一部の話なんですけども。まあまあ、ここはあんま反省する点ないですね。はい。まあまあまあ、そんなこともあるんじゃないでしょうか、飲み会の席だから。ということでね、僕が酔っ払って失敗した話、お酒での失敗した話4点でした。そんな感じで。ほな、さいなら。